こんにちは、ミルトンです。今日はこのエブリィにダイソーのサンシェードを改造して500円で車にぴったりなフロント目隠しを作ってみました。完成品がこちら。今回は遮光性のものと光を通すもの2種類作ってみましたが、やり方さえ分かっていれば3、40分でできると思います。こちらは私がいつも使っているダイソーのサンシェード。遮光性が高く、お値段が安い上に軽いのでとても気に入って使っていました。この製品、どこでも買えるとても良い商品なのですが、私は隙間をなくすためにあえて大きなサイズを購入して無理やり折り曲げて使っていたので、車にいまいちフィットしておらず、外から見ても中から見ても見栄えが今一つです。またこのシェードは発泡素材でできているので断熱性が高いのがメリットですが、かさばってシェードの置き間に困るというデメリットがありました。今回はこれらの課題をすべてクリアできるものを作るべく、材料を探しにダイソーにやってきました。そこで見つけたのがこちら、タッチアップ式フロントガラス用サンシェードジャンボサイズ300円。こちらの製品、遮光性も高く素材もしっかりしていてコンパクトに折りたためるので、今回はこれを利用してシンデレラフィットするシェードに改造していきます。まずはいきなり改造する前に開封して一度どのような製品かご覧いただこうと思います。材質はポリエステル、合成ゴム、鉄線、アルミ蒸着。サイズは縦87、横140センチなので私のエブリィよりも結構大きいサイズです。袋から出した状態がこちら。コンパクトで留めるためのゴム紐もついているのでとても便利そうです。こちらが表面、光を跳ね返す素材で、裏は黒い遮光シートになっているようです。この裏面の膨らんでいるマチの部分で針金を縫い付けてあります。折りたたみもとても楽で簡単にコンパクトになるので、このまま使っても全く問題ないレベルのクオリティの高さです。車への固定は真ん中の2つの輪っかをサンバイザーに引っ掛けることで車体に取り付ける仕組みになっていました。実際に窓に取り付けてみます。さすがにジャンボサイズなのでサイズが合ってないのですが、光の遮光性といい、生地の質感といい、とてもいい感じです。今回はこのシェードを余すところなく使ってシンデレラフィットする目隠しに改造してみたいと思います。まずはハサミでシェードに縫い付けられている針金を外していきます。このシェードの縫い目は結構目が粗めなので、少し先の尖ったハサミで簡単に分解することができます。本当は縫い目を切るダイソーのリッパーという裁縫道具を利用した方がより早く作業が終わると思うのですが、今回ちょっと買い忘れてしまったのでハサミで作業しています。針金を外し終えたら、この連結部分を手で折り切ります。アルミ製なので簡単に折れます。このアルミの連結具の部分をペンチで切り取ります。実はこの作業をやり終えて気づいたのですが、最初からペンチで2箇所切った方が作業時間が早く終わるので、この動画をご視聴の方は最初からペンチで2箇所切ることをお勧めします。連結部の金具をペンチで切り終えたら、網戸やカーテンを作った時の方法と同じ4ミリのアルミパイプで針金を連結させていきます。この4ミリのアルミパイプのみホームセンターで1メートル120円のものをゲットしました。連結に使うのは4センチほどですので、1メートルから約30本ほど作れます。1連結具あたり約4円以内の計算です。作業はダイソーのパイプカッターにパイプをセットしてネジを回して切るだけですので、1分もあれば作業を終えられると思います。針金をパイプにセットしてペンチで潰していきます。映像のように2本の針金が重なるようにセットして潰すと強力に固定することができます。この作業はたとえ失敗しても連結部を90度ずらしてペンチで隙間を作れば何度でもやり直しできますので、思い切ってやっていただければ作業がより早く終わると思います。針金を連結して長さを延長できたら、
車体に合わせて針金に型をつけていきます。この作業はそれほど精密にやる必要はなく、4つの角の位置がだいたい合っていれば車のサンバイザーで固定できますので、思い切ってやる方が早く作業が終わると思います。私は外から光が一切入ってこないようなシェードに仕上げたかったので、映像のように窓より少し大きめに調整して針金に型をつけました。窓の四隅に針金の型をつけたら、余分な針金を切ってアルミパイプで固定します。アルミパイプをセットしてペンチで潰すだけで OK です。次に外したシェードの布を車体に当てていきます。これは固定にダイソーのネオジウム磁石を使うと簡単に固定することができます。磁石で四隅を固定できたら、窓枠のゴムパッキンに沿ってマジックで線を引いていきます。この作業も5分とかからず作業を終えることができると思います。マジックで線を引き終えたら、ダイソーの布用ハサミで切っていきます。実はこのカットで私大失敗してしまいました。本来はマジックの線ギリギリか外側を少し大きめに切るべきところを、線の内側をかなり小さく切ってしまって、結果裾分けテープや布の切れ端でかさ増しを繰り返さないとシェードとして仕上がらなくなってしまいました。その失敗例をご覧いただきます。パッと見成功しているかにも見えるのですが、右側の部分が裾分けテープで大きくかさ増しされていて、裏側に至っては裾上げテープで塞ぎきれず、切った布の端切れまで貼り付いています。ちょっとこの辺りが継ぎはぎだらけで、ちょっとみっともない、まあ、ざっくり綺麗にはできたんですけども、この辺りが細部がみっともないですね。この時点でやり直す気満々だったのですが、念のため車体に合わせてみました。裾上げテープでかさ増ししたところですね。車外からはパッと見いい感じに見えるのですが、車内に入って確認するとやはり運転席側の継ぎはぎ感が半端ないです。失敗の原因は布の切りすぎだと分かっているので、ダイソーで300円のタッチアップ式シェードを買ってやり直すことにしました。購入したのは一つ小さいスタンダードサイズ、縦76、横130センチのものです。先ほどと全く同じやり方で針金を外していきます。ちなみにこの糸切り2枚目を外していて気づいたのですが、縫い目 3,4 箇所おきに切っていくと、動画のように取り外すときに一気に剥がせて気持ちが良いです。実はこの2枚目の作業の時もリッパーの購入を忘れてハサミで切ってしまっていて、この外すだけの作業で10分近くかかるので、ダイソーでリッパーをゲットしておけばよかったとちょっと後悔しました。先ほどと全く同じやり方でマジックで布に線を引いていきます。このスタンダードサイズのものは動画のようにサイズ的にかなりギリギリだったので、ジャンボサイズのものを分解して使った方が値段も同じですし型取りしやすいと思いました。スタンダードサイズはこのように微妙に長さが足りない部分が出ますので、もし買われるときはご注意ください。今回は光を通すタイプのシェードも作りたかったので、先日リアガラスのカーテンを作った際に余ったダイソーのドレープカーテンでもシェードを作ることにしました。このドレープカーテン、素材の質感も良く光も通すので車のカーテンの素材としても使いやすいです。また一番小さい300円のサイズのものでフロントとリア2つのカーテンができますので、もしご興味がある方はフロントとリア同時で作っても楽しいかもしれません。次は針金を切って連結させていきます。実はこの針金のカットでも今回新しい学びがありました。私の家で使っているペンチはかなり古く、この針金がなかなか切れずに困っていたのですが、ネットで調べたところ、ペンチの根元で切ると良いという記事を読んだので試してみました。さっきまでめっちゃ力を入れても切れなかった針金が嘘みたいに切れるようになりました。ペンチにそれほど力を入れなくても根元にセットするだけでスパスパ切れてくれます。 DIY をやられる方の中では常識だと思うのですが、私にとってはかなり目から鱗の知識でした。針金を切り終えたら、先ほどと同様アルミパイプで針金を連結延長させます。
針金の型は1枚目の大きさのもので全く問題がなかったので1枚目からコピーして作りました。今回はより正確にコピーをするためにクリップで四隅を留めて作業しました。アルミパイプで固定できたら型取りの終了です。光を通すドレープカーテンの方を先に作ることにしました。ダイソーの布用のハサミでカットしていきます。このハサミとても切れ味が良いです。今度は失敗しないようマジックの外側を線に沿って切りました。切った布は針金に合わせベージュの裾上げテープで貼り付けていきます。裾上げテープはダイソーの布用ハサミで切るとカットしやすいです。貼り付ける前に霧吹きでスプレーし接着部分を湿らせます。この作業を忘れてアイロンをかけると接着部分が外れやすくなりますのでご注意ください。この貼り付け作業も時短する方法を見つけました。まず貼り付ける面を裏返して接着部分上部にセット。その後霧吹きでスプレーすると布と裾上げテープ両方同時に湿らせることができます。このテープをひっくり返してアイロンをかけると一手間減って作業がより早く終わります。実はこのシェード作り、私が先日作ったカーテンとは少しやり方を変えた方がうまくいきます。それはこの針金と布の大きさに微妙な違いがあり、このアイロンの貼り付け段階で針金に合わせ布の長さを微調整しなければならないこと。そのためこの針金に接着する前の貼り付けはアイロンを短めに当てて仮接着のようなイメージでやると後で取り外して貼り直すこともできます。針金接着前の段階ではあまり強く接着せず、針金に貼り付ける際にアイロンを強く当てる方式にするとより綺麗な見た目に仕上げやすいです。実はこの仮接着して微調整しているシーンをうまく動画に撮れてなかったので申し訳ないんですが、仮接着していたおかげで長さを少し短く調整して思い通りのシェードに仕上げることができました。完成したシェードがこちら。シワやたるみもほとんどなく、展開も折りたたみも素早く行うことができます。コンパクトに収納できる形に仕上げられました。継ぎはぎだらけのシェードは布を切り離して針金はそのまま再利用することにしました。布の方も念のため取っておいて何かの時に再利用したいと思います。新しく型取りした遮光性の布も同様に線の外側を切っていきます。針金を並べ布を当てていきます。これらを裾上げテープで接着します。裾上げテープは約2本分あれば足ります。霧吹きでスプレーしアイロンを軽く当てて仮接着します。今回は布が針金より横方向に長かったので横は裾上げテープを接着せずに他の辺を接着してから長さ調整することにしました。余分な長さの布をカットした後で裾上げテープで接着していきます。この手順で接着すればミスなくジャストサイズのシェードを作ることができます。シワを伸ばしたかったのでアルミ蒸着の面にも霧吹きで湿らせてアイロンをかけました。個人的にはかなり満足のいくものができました。折りたたむとこのような感じ、かなりコンパクトになります。縦52センチ、横31センチ、薄さは2、3センチほどでしょうか。実際に車に取り付けてみました。ワンタッチで展開できるのでとても便利です。隙間も全くありません。車内からも確認します。遮光性のシートできちんと光を遮っています。このシェードドアポケットにも収納できます。光を通すタイプのシェードも設置してみました。車内から見ても車外から見ても隙間なくいい感じに仕上げられました。この2枚とも細部は多少粗もありますがコンパクトでシンデレラフィットするシェードに仕上がってかなり気に入りました。
本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。